えてティアモの今日のお声。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。いやー、今日の回、はい、なかなか僕的にはすごい見応えある回でしたけど、ジュニア層いけますよあれ。いや、僕はジュニア層を狙ったつもりだったんですけど、いざああいうアイテムを持たされるとやっぱりどうしても、まあ俺も成人してますから結局エロとは切っても切り離せないところが出ちゃうから、ちゃんと台本作ってくれて、なんかストーリーあったらそれ通りになりますよ。じゃあちょっと次はそれ考えますよ。そうですね。ただ僕一個思ったのは、はい、まあ、ティアモはヒカキンにはなれないんだなっていうことですねじゃあ、今日のねおコーデの方をご紹介いただきたいんですけども、こちらのセットアップはまたこれいいですね、渋いジジですね。ジジのセットアップ、ジギーですね、上は。そうですね、上はジギーの8ボタンダブルの、ちょっとこうグレーベージュっぽいクレンチェックね。あんまこの、はい、ジジのねインラインではないですもんね、こういうの。いいところに別注です、うん、お別注でしたね。そうですね、別注しまして、この生地を使って、ジギーのセットアップをやってくれという要望を。パンツも、はい、そういう形、トンガですね、おなじみの、はい、カジュアルパンツなので、うん、あえてシングルで上げておりますですね。あ、いつものダブル 5cm ではなくシングルで、はい、でワンタックですか、それはワンプリーツですね。ワンプリーツですね、はい。で、まあベルトはしてないんですけど、かっこいいですね。これは欲しいな、欲しいですね。欲しい、嘘っすね。だってスウェットじゃん今日スウェットにさスニーカーでキャップかぶってる人が絶対言わないいやいや、僕だってこういう格好したいですもん。したい時ありますもん。一時あったじゃないですか、してる時あったね。もうやめたよね。まあぜひちょっとこれいいんじゃないですか、ジジ。これでも本当にいいと思います。本当ね、タートルネックもいいし、クルーネックとかもかっこいいし、ゆったりしてるから非常にこれは着やすいね。ダブルの前開けっていうのはいいですよね。いや、前開けもいいし、ここを整えてこういう着方も非常によろしいのでは。シューズがこれおなじみのオバタフライです。オバタフライローファーですね。オバタのバタフライローファー、オバタのお兄さんで、オバタのお兄さんバタフライローファーは開かないと思うけど、まあ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 ね。WH の時に僕バタフライローファー、そうですよね、はい、あれの元ネタです。これこれね、原型になった、渋い色になってきましたね、最初に比べると。にスカーフを少し色を拾って混ぜたコーディネートとなっております。非常に大人っぽい感じで、ありがとうございます。良きかなと思います。ありがとうございました。Thank you.